アメージング、グレース・グレース・ブ・リュースター・マレー・ホッパーは、アメリカ海軍の軍人かつ計算機科学者。75歳で退役、最終階級は順将。ハーバード・マーク・アイの最初のプログラマーの一人であり、プログラミング言語コボルを開発した。人は変化に対してアレルギーがあります。あなたは外に出て行って、アイデアを売り込まなくてはなりませんという言葉で知られる。 グレース・ブリュースター・マレーとしてニューヨークに生まれ、1928年にバッサー女子大学を卒業。イエール大学大学院に進み、1930年に数学と物理学の修士号を取得。同年にビンセント・ホッパーと結婚。1934年には同大学院にてオイスティン・オアの指導の下、女性初の数学の博士号を取得。 1943年までバッサージ子氏大学助教授として数学を教えた。1943年海軍予備役に入り、1944年には中尉となる。同年よりハーバード大学に勤務し、ハワード英検の下でコンピュータ、ハーバードマーク IO のプログラム開発に携わる。戦後も引き続き、ハーバードにてマーク2。 マーク3の開発に参加したが、この間に後に有名となるバグにまつわる逸話が生まれている。ある時、マーク2のリレーに画が挟まって機械が作動しなくなった。この画は作業日誌に貼り付けられ、実際にバグが見つかった最初の例とホッパーは日誌に書き込んだ。ホッパーは後々この出来事を好んで語ったため、プログラムの不具合を意味する言葉としての バグという用語が広まることとなったとされる。ユニバクとホッパー1946年、ハーバード大学計算研究所のフェローとなる。マーク2、マーク3の開発に携わった後、1949年には、エッカートモークリー社の研究スタッフとなり、コンピュータ、ユニバクの開発に参加。1950年には、エッカートモークリー社が、レミントンランド社に買収され、 これに伴いユニバークの開発もレミントンランド社に引き継がれた。ホッパーはユニバーク開発チームの自動プログラミング開発部長となり、1951年には世界初のコンパイラ A-0 システムを開発した。そして1957年、世界初の英語のような構文を用いたコンパイラ言語、フローマチックを開発する。これは機械語ではなく、 英語に近い言語によってプログラミングできるようになるべきであるというホッパーの理念に基づくものだった。1959年には国防総省の提案のもとフローマチックを発展させたコボルを開発しジョン・バッカスと共に高水準言語の草分けとなる。1966年中佐で海軍予備役エシリ族が翌1967年には現役に復帰。 海軍作戦部長付部門責任者に就任し、1973年には大佐となる。1983年には大将に昇進。1985年には大将が準将に解消されたため、ホッパーも準将となった。なお、当時米海軍では、対外上有利になるよう公式には準将を置かず、少将を下級と上級に分け準将を名義上のみ。 少々扱いしており、そのため、リアードミラルを意訳すれば、順将、直訳すれば、少々となる。そのため、ホッパーの最終階級を少々と記述する翻訳も一部、存在する。翌1986年退役。退役当時ホッパーは79歳で、これは現役士官では、最年長だった。退役に際し、平時における、最高位区無償である、 国防士勲章を受ける。退役後は1992年に亡くなるまで DEC の顧問を務めた。1987年、コンピュータ歴史博物館は第1回のフェローにホッパーを選出した。死去前年の1991年にアメリカ国家技術賞を受賞した。なお、1997年に就役したアーレーバーク級ミサイル駆逐艦ホッパーは、 彼女の名を冠している。また、イエール大学は2017年2月11日に、旧カルフ運量を彼女の名を冠した名に解明すると発表した。ありがとうございます。